旬のものを取れたてのものを食べるっていうのがやっぱ体によくって、ふきは裏にもあるんですけど、あの肥やしやって、あの大きくしたり、ふきでね、あのしながら、なかなか最近は世話をしないとなかなか取れないので、臭かった、あの肥やしをやったりしてます。この人が畑からでも取ってきて、ふきと、ふきね、わらびは山やけど、わらびはあんまり育ちすぎると硬いし、こうしてまあっというこんな間に取った方がいいわね。こうして歯が開いてこんなならやっぱりあの硬になってしまう。で鍋に振るで、それであの鍋に入れてあぐだしにしましたわね。あのふきの塩漬けして煮物とかで食べるのは昔からあのみんなやってたんですけど、わらびを塩漬けして煮物っていうのはなかなかやってなくて、わらびは取ってすぐアク抜きして茹でて酢の物が一般的。やっぱ山菜のは自分でもね、あの肥やしやるわけでもない、自生するからやっぱ生命力あるから体にはいいと思う。田舎の人はそういうの食べてるからいいなんですよね、と思います。